近海も本当にこう簡単にアプリダウンロードしてこうポンって配信が できる時代になったじゃん。だから清書とかあの登るとかが知ってる頃ってやっぱ機材揃えてある程度ネットの環境を整えてやらねえとできなかった時代だからな。誰でも彼でもできたわけじゃねえし、ましてやスマホがまずなかったかな最初の頃は。ああ、うん？あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ。そうだよ。デスクトップ。まずは、だいたい最初はデスクトップだよな。ほんで、そっから、外配信やりたきゃ、ノート買うわけじゃんかよ。たっけど、当時のノートなんかたっけえんだからよ。バカみてえによ。e モバイルの、e モバイルの USB じゃないね。俺の場合は。うん。レッツノート今でも高いけど。ああ、まあ確かにね。うなちゃんと同じアナログミキサー買ったもん。やめれや。それ、ゆうやと一緒じゃねえかよ。だから、最初に俺って余計なもんばっか買うんだよ。あんたたち行くわよろな。もう今じゃ使ってねえけどよ。はあ、やっぱデジタルミキサーじゃダメだな。アナログだよな、とか言いながらな、俺がな。ああ。いやいやいや、CB の時の名残で出してたんですか、とか、そういうことじゃねえ。ああ。どうしたよ、船、今日は。元気じゃねえかよ。寝れねえんかい？まあいいけどよ。もうだって、もうお船はブロックしない宣言俺してるからね。珍しいだろ。しゃあなしだから。富士宮源氏は、あのさ、聖書、あれ仕込めたら、俺神がかってるで。なあ。おかしいだろ、コンビニ裸で入ってく人がいいよ。俺が外配信してたらいるんだからよ。ありえねえだろ。俺がまず固まったんだぜ、最初に。おい、なんかいるぜ、つって。はぁ？みたいな。裸足じゃん、あいつ、みたいな。っていうか、コンビニ入ったで、みたいな。本当よ。あなたは人を小馬鹿にしすぎ。違う。俺は別に小馬鹿にしてんじゃないんだよ。むしろお船よ。俺がいろんな配信者から小馬鹿にされてる数に比べたら俺少ない方だぜ。で、なんだろう。返しが俺の方が強烈なだけなんだよ。うん。な、一撃で、向こうが言っても俺、響かねえから。誰々が、配信者がな、俺のことガタ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 言ってたで、つって、言っても、言わしとけばいいよって終わっちゃうんだけど、んなもんはね。うん。でも、いい加減治療もなやろうっつって、じゃあもうひっくり返しちゃうわっつって、ちゃぶ台返ししちゃうわとか、なるわけじゃん。おったらもう徹底的にだよ、言い続けるよ。向こうがギブアップするまで。
だから発狂してリアルで会いに来ちゃうんじゃないか。バカが。こんなネットの、な、お遊びなのによ。いろんなやつがよ、さあ出てこいよとかさ。バカなのかな、こいつらって思う。ダメや。お船よ。てめえらは最初に言ってんじゃねえかよ、つって。くそくだらねえな。だからもう誰も別に小馬鹿にしてねえじゃねえか、今、お船、俺が。ここ最近俺誰か小馬鹿にした？してねえべや。おめえなんか毎日俺の放送見てんだから俺知ってんべや。どうだろう？そんな連投しなくていいよ。うん。まあ、あとはな。いやいや、謝らなくていいけど。リアルとバーチャルの割り切りができない人が増えてんのよ。まあ確かにそうかもしんねえけどさ。ああ、でも俺から言うことはないからね。俺基本的に他の配信者にあんまり興味ないのよ。普通に。なんかみんなからリスナーからこう情報が聞いて、あ、そうなんだ。あ、そうなの。みたいな感じで。だからさっきの金梅の狛江犬どうのこのともかもう、俺別に見てねえから知らねえわけよ。ケンケンいらっしゃい。知らねえんだよ、そんなの。変なことやってんのか。って思うだけ。うん。だから、なんだろう。俺の中では、なんでそんなことをするのかなって考えちゃうわけよ。それには必ず、なんでそんなことをするかの理由があるわけじゃん。うん。だから俺がさ、店でさ、去年さ、人引っ叩いたのも、あれにはあれで、俺には理由があるわけじゃん。やっちゃいけねえことなんだけど、うん。ね。いや、ダメなんべや。いや、顔じゃなくて、俺はもう金いらねえから帰ってくれっつって3回ぐらい言ってんだよ。うん。あんたもういいからって。誰って、まず誰の話から始まってるから。うん。よくいらっしゃい。だ、結局、その後今度よ、なんだっけ？仮想配信者。ゆきちとかいうのがさ、俺の店来て、そのバがまた、俺の店に連れてきたろ？もうさ、ゴミなんだよ、あの辺は。クズなの。うん。いや、俺不良じゃねえもんだって。お船よ。そんなのおめえがよく知ってんじゃねえかよ。それは言うなよ。俺別に不良じゃねえよ。もういいよ、今日なんか、あんまりお船いじくりすぎると、お船がエキサイティングになっちゃうからな。うん。おじさんは別に、なんかそういう、
世界で生きてる人間じゃないからさ。アッキーいらっしゃい。うん。だから、大衆酒場やってた時は、ふざけた居酒屋のおじさんだよっていう体だし、ここにいる時は、雑談おじさんだから。うん。しゃあねえじゃん。もう。だから、こっからは、ちょうどな、何おじさんになるかな、みたいな。うん。そしたら、やっぱ、ちょっとよ、違うこともやりてえじゃん。ゲーゲーすげえとか、気持ち悪い。いや、これは、普通に考えたら、すごいだろう。あんなに真夜中でも、なあ、ラジオであんだけ呼ぶんだから大したもんだよ。で、みんなコラボに上がりたがるわけじゃん。そういう、女子配信者ってなかなかいねえで。ああ。でもなんか持ってんだよ、やっぱり。まあでもね、ここで言っちゃなんだけど、みんなゲルゲ狙ってんだよ。へへ。な。おふね、俺が焦るような人間だと思う？おめえ何年俺のこと見てんだよ。そこは頼むだよ。なあ。俺は別に焦ってないよ。ね。よ、サナちゃんやってるね。はい、いらっしゃい。やってますよ。もうだからさ、ネギ星人とかもゲリゲリに張り付きだからな、配信やったら。なあ、俺の放送なんかほとんどコメント打たねえのに。チェッカーだよね。うん。あいつも。ああ。ネギ星人いつもゲルゲの放送にいるべ。ああ、ジュケとかは全然藤井ね。ゲルゲと5時間コラボしてても、ゲルゲ自体がジュケがどんな人間か、もう根本的なことは分かってるから、そんな乗らないと思う。ただ、面白いから、あげただけでしょ。コラボって、申請出してカットもできるから。だから面白いとゲルゲが思ったからあげたんでしょ。どんなイチャラブなんかしてねえよ。そういう藤井さんね。俺が知らないとでも思ってんの。そんなね、フェイクしちゃダメよ。そうでしょ？すいませんじゃないの。なあ。ねえ、藤井さん、聞いてんだからさ、ちゃんと答えてよ。答えなくなっちゃって。ね、俺にはね、いろんなところから、情報は入ってくるの。配信外から。君がここで言ったことなんて、もうとっくのとおり俺知ってんの。藤井さん、仲良さそうなの意外でした。コラボにあげたやつとなんか喧嘩するつもりなんだったら喧嘩するだろうし。
通に話してるだけじゃん。いやー、ゲルゲの配信、意外とお前らが俺にいつも言うんだよ。ちゃんまん、ゲルゲ配信始めたよとか言って。ん？ちょっと見てみっか、みたいな。俺あんまり、だからお前らに言われるまで気づいてないんだよ。うん。すっとぼけてんだから。あ、俺はそんなん見てないよ。うん。ね。ただ情報自体は俺には入ってくるよ。だって見てた体にしたいだけでしょ。見てねえよ。うん。藤井は何しにここに来てんだよ。それを俺に言って。何がしたいの？何がしたいの？うん。見てた体にしたいんだ。俺見てるときは見てるって言うしな。だってむしろ見てるどころか俺コラボに上がってっからな。バカなのお前。話すこと話したらもう終わったら俺寝るわ。そうだろ？じゃねえの。あ、この789っていうのは、別お船なのね。じゃあ、こいつをブロック入れとくか。さよなら。だってアカウント違うもん。781がお船だろ。いや、わかんねえよ、サバーカかどうか。何個 ID 作ってんのかわかんねえけど。バーカとかさ、もう明らか打ち方が違うから。うん。お船のアカウントはブロック入れないよっていうから、あえてそのサブアカのふりして入ってきてんだよ。うん。それだけ。うん。だけど、ぶっこんじゃいいんだから、女。関係ねえや。俺、ケツの方の ID 見てるから、うん、頭じゃなくてね。うん、まあ、でも昔に比べたらよ、コメントさばきもヘボになったよな、俺な。昔はこう、ブワーって流れて、だから、ケツを見ないとダメなんだっつうんだよ。ブワーッと流れてんの俺よくあんだけ拾ってたな。ああ。年取るとダメだな、脳みそが。周りが悪くなるな。ああ。お前ら飲んでんのか？本当に。さ、お茶とか飲んでる、あれよく読めたよね。ああ。そらそうだよ。あれができなきゃ、
配信会では生き残れねえなって思ってたから。ああ。そうだね。だから俺未だに巻き戻しはできるのよ。一時間前に打ったコメントも、ああ、そうやよ、つって、あの、なんとかっていうのは、よ、ちょっと前にコメント打ってたけどよ、って言って。そこは、それはどっかに入れとくわけ。うん。エコー付きの？いや、もう、エコーはいらねえだろ、もう。うん。全然関係ねえよ、そんなの。だからお船はそんな走んなくていいから、今日は。何を、なんか、エキサイトしてんのかわかんねえけど。昨日のことがあったから今日は、あれか。やばいのか。自分自身が、こう、ガーッと上がってんのか。落ち着けよ。大したことじゃねえから。な。だってよ、あの、みんな個人的に俺に聞きたいことあったら聞いてきていいんだぜ。うん。俺はね、聞いてみって思うの。なんか、聞きたいことあったら聞いてみりゃ俺普通に答えるけどね。うん。まああんまり俺になんか質問もないだろうけどな。だからあんまり URL ばっかり貼ってるようだったら全言撤回でお船もブロック入れなきゃしょうがなくなるけどね。やめといてって。俺もお願いする方だから。うん。うるせえよ。何個 ID 使ってんだよ。病気なんだからさ。一個の ID で普通に残ってりゃいいんだよ。わかった？な。なんか ID 作ってんのか知んねえけど。お前、病んでるんだから、ちゃんとしろよ、普通に。な。あ、もうそいつブロック入れちゃったからチキとか言ってもダメだよ。うん。自分で自分の ID にチキとか言ってんじゃ気持ち悪いぜ、お船。ああ。自作自演なんだ。お疲れさん。大変だね。ダリルありがとう、マロン。決まった。あらーす。ありがとうございます。もうこいつもいらねえよ、ほんと。もう、ほんとごめんね。いらねえ。うん、やっぱ邪魔なんだよな。結局のとこは邪魔だったんだよ。はい。ごめんね。うん。俺、忠告したから。うん。やっぱね、なんか、ダメなやつはダメなんだよ。結局のとこ。何がしたいのか分かんねえじゃん。そんなの。URL ばっか売ってて。それなんだよ、普通話だし。うっせえな、この野郎。なあ。多少の我慢はするけどよ。あんまりにも行儀悪いんだったら、もう入れるしかねえじゃん。なあ。バカがよ。うん。早く薬飲んで寝ろって話。のぼるちゃんがありがとう、マノン。決まった。あざす。
ビクトリー。相変わらず足上がるな、俺。最近、こそれんしてるからな。いい足してんだろう、登る。俺。ああ。ロロちゃんありがとう、まあ、決まった。あざす。どうせビクトリーやらせようとしてんだろ。ビクトリーやめれや、ほんと。足つっちまうわ。ああ。ありがとうね。でもさ、本当に、あれだよ。俺、店がもう、ほら、なくなったのは、それは事実なんだけど、そうするとさ、すごくこう、フットワークは軽くなるわけよ。抱えてるもんが、ちょっとそぎ落としたわけだから。うん。だから、なんか、フリーになったっていうか、飲みすぎて筋肉痛？飲みすぎて筋肉痛なんかなったことないよ。もうね、それ飲みすぎて、もし筋肉痛なんかなるんだったら、どっか言わしてんぜ。多分。うん。あ、天命と住所、あ、まあ、それ消しとくよ。わかったよ、ワンド。うん、俺そういうの疎いからさ、ああ、わかったわかったわかった。めんどくせえから。うん。NG 意味ないって。